遊ぼうよ。ああ、孫か。うん。わしはもう長くはない。え、おじいちゃんなんか顔色悪いね。具合悪いの？大丈夫？お前に託したいものがある。クリスタル。お前は勇者の末裔や。私が勇者の末裔？この村を、いや、この世界を救ってくれ。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。おじいちゃん、分かったよ。私、勇者の末裔なんだね。この世界は今、魔王ゼノクセスによって支配されようとしている。おじいちゃんは私に世界の運命を託してくれたんだね。おじいちゃん、分かったよ。私、冒険の旅に出る。そうだ、この地に伝説の剣があったはず。じいちゃん、何して遊ぶ？いや、今日は何して遊ぼっかな。昨日かくれんぼしたもんな。で、今日は俺やっぱりだるまさんが転んだがいいかなと思っててさ。いや、じいちゃんとは毎日毎日遊んでるけどさ、ほら、だってじいちゃんが3歳の頃から遊んでるからもう100年になるな。100年毎日遊んでるのに飽きへんよな。これってすごいことやと思うねんな。これってなんなんやろ。じいちゃんがすごいんか、それとも俺がすごいんか。いや違う、これきっとな、俺たちの相性がええねん。だから毎日遊んでてもおもろいねん。だって飽きへんもん。だってさ、一回さ、二年ぐらい毎日鬼ごっこしてる時も飽きへんかったもんな。今日も何して遊ぶんだ、じいちゃん。じいちゃん何して。嘘やろ。じいちゃん死んでんのか。嘘やろ。じいちゃん死んでんのか。嘘やろ、そんなん。じいちゃん死なんといてや。じいちゃん死なんといてや。じいちゃん死んでもたら俺誰と遊んだらええねん。この100年間毎日毎日じいちゃんとしか遊んでへんのに。ほら、仮にさ、他に遊んでるじいちゃんがおったらええけどさ、ほんまにじいちゃんとしか遊んでこんかったもん。じいちゃんが死ぬなんて考えられん。俺はまだまだじいちゃんと遊ぶ。これからも毎日、これから100年も毎日、これから100年もずっとずっとじいちゃんと遊ぶ。絶対じいちゃんを生き返らせる。じいちゃん生き返ってくれ。ほら、じいちゃん遊ぼう。何をした？ほら、じいちゃん生き返った。よかったよかった。ほら、悪いとこ直しようだね。ほら、じいちゃん遊ぼうぜ。何して遊ぶ？座敷わらしか。うん。ほら、今日何して遊ぶ？いや、今日はだるまさん転んだがいいなと思ってさ。あのな、うん、おじいちゃんはな、うん、老衰で死んだんや。大丈夫大丈夫。悪いとこは全部直しようだから。いや、悪いとこがあったわけやないね。うん。生きて生きて生き切って最後にもう死んだんや。大丈夫大丈夫、俺の力でじいちゃんの悪いとこ直して復活させたから安心して。いや、それにやな、うん、もうじいちゃんのクリスタルも渡して、あの大事な役目ももう終えたんや。いや、もうどうでもええから、そんな。いや、どうでもええことないぞ。ね、じいちゃんさ、3歳の頃から遊んでんねんからさ、もうじいちゃんとか言うなや、自分のこと。いつから言い出したっけそれ。遊ぶ年齢やない。なんね、ほらじいちゃん遊ぼう遊ぼう。ほら見てみ、うん、伝説の剣もう見つけとるやろ。あっちでも話進んでいっとんね。何せどうでもええわ。とりあえずほら、だるまさん転んだしようや。あっちがメインや。もう役目を終えたんや、わしは。な、役目を終えて命も全うしたんや。じいちゃん、嘘やろ。悪いとこ直したのになんでじいちゃんまだ死んだ。せっかく生き返らしたのに。じいちゃん、いやいや、知らんといて。いやいや、じいちゃんが死ぬなんて考えられへん。これから俺誰と遊んだらええねん。俺はこれからも100年先もずっと毎日じいちゃんと遊ぶんや。じいちゃん、いやいや、じいちゃんが死ぬとか考えられへん。じいちゃん、いやいや。あの、もう一回言うけど、
ロースイッチいうのはもう完全にもう電池切れと一緒、もう最後まで生きてもう終わりやねん。大丈夫大丈夫、何ぼ生き返らしたところでまた死ぬねん。悪いとこ直したから大丈夫やねん。悪いとこあって死んだわけないねん。ほらだらまさん転んだしようや。しつこい。なんでやな、じいちゃんと、じいちゃんが3歳の頃から毎日遊んでんねんて。だからもう十分や。お前はな年取らへんか知らんけど見てみ、ほらもう物にしとるやろ。あれを、あの主役の動きやれ。どうでもいい。こっちは見とらん一個も。主役は俺たちや、ほらじいちゃん。で世界を救うんや言うてこの使命に駆られてやな。もうほらこっちのことなんかもう気にも留めてね。お前向こう行ってこい。うん、とりあえずほらじいちゃん遊ぼう。ガラマさんころじゃ遊ぼうや。今までありがとう。じいちゃん嘘やろ。じいちゃんせっかく悪いとこ直して生き返らしてたのにそんな知らんといてや。じいちゃん、いえじいちゃんが死んだら食べられへん。いい加減にしてくれ。ほらじいちゃん悪いとこ直してたから。もう今いい感じで死んだのに。そんなんありえへん。ほら遊ぼう、これから先100年も遊ぼう。ほらほらいいから遊ぼう。嘘やろ、じいちゃんまだ死んだんか。嘘や、いえそんなん嫌や。だからな、ほらじいちゃんな、ほらおい、ほら遊ぼう遊ぼう。なんか死ぬペース早なってるやん。うせやろ、うせやん。おい、ほらほらじいちゃんそば悪いとこ直したから。おいしか言わんかったやん。うせや、いやや。もうもうしか言わへんかった。いやいや、じいちゃん知らんといて。いやや、目しか開けてないやんか。じいちゃん、じいちゃん知らんといてや、頼むわ。いやいやいや、そんなじいちゃんがおらんくなったら誰と遊んだらええねん。俺の人生はじいちゃんとしか遊んでないねん。俺は人ちゃうよ。確かにだから人生っていうのはおかしいかもしれん。俺は確かに座敷わらしよ。でも俺はじいちゃんと遊んでる時は人に戻れんねん。人に戻れるっつったらまるでもともと人やったみたいやけど、俺は鼻からずっと座敷わらしやねん。だから別に俺は人でもなんでもないけど、じいちゃんと遊んでる日々がほんまに楽しいねん。俺のメインはじいちゃんと過ごす時間やねん。それが俺にとってのメインやねん。あっちなんかどうでもええねん、どうでもええねん。あっちなんか俺にとったらじいちゃんが主役やねん。じいちゃん知らんといて。お前なほんまにしつこいさっきから。よかった喋ってくれた。違うねお前な、うん、この世界観におってええんかお前は。ほらやっぱ溜めた分じいちゃんよう喋るやんか。さっきお前わーやねん。お前だけ何わーって。ようやねん俺らは。何が。畳の部屋とかにおれや。お前畳なんかないねんここに。ほらおはじきやろ、お手玉やろ。それか そんなんないねんここには。何しちゃうお前。アジアやねん。アジア、ヨーロッパや。わかりやすく言うとそういうことじゃ。あせー、あ、何やってんの。冒険の旅に出るの。私実は勇者の末裔だったの。魔王ゼノクセスを退治するの。おお、偶然だな、俺もな、さっきおばあちゃんに同じこと言われた。嘘。そしてな、ほらクリスタルもらったんだ。ほら共鳴した。仲間見つけとる。めちゃめちゃおもろいやん。あっちどうでもいいわ。あんないやいや、めちゃめちゃ進んでるぞ。俺俺あんなおもろないよ。おもろいおもろい。向こうすごいぞ。今からどん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 進んでいくんやから。お前宝の地図も見てやな。ほらあっこな年齢差あるやんか、あの二人。なんかこんなことあれ、あの鉢巻きの方すぐじいちゃんみたいになるで。知らんがな。短髪の方の勇者ガリガリやん。短髪とかしてその若者のガリガリちゃうやん。あれあれおじいさん的ガリガリやん。ほらあれ絶対そうや。若者のガリガリちゃうで。あれ向こうに行け。ほら見てみ、年老いてるがゆえのガリガリやん。伝説の剣が光ったかな。どうでも今そのじいちゃん遊ぼうよ。ほらみんな向こう見んねん。どうでもじいちゃん遊ぼうよ。ほらこっちどうでも、こっちがめ。じいちゃんいや知らんといて。もうええ、ほらじいちゃん遊ぼうよ。ほら何して遊ぶ。もういや知らんといて。じいちゃん何して遊ぶ。言うことないねん。これはこれで楽しい。じいちゃん知らんといて。いやもうこれはこれで楽しいやん。知らんといて、知らんといて。いや死なといて、じいちゃん。やめて、じいちゃん。お願い。